大内義則君。大内君。公明党の大内義則でございます。昨年は令和元年東日本台風、今年も令和2年7月豪雨をはじめ台風豪雨等による災害が発生しております。こうした災害によりお亡くなりになられた方のに深く哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた方々への心からお見舞いを申し上げます。政府におかれましては、被災された方の生活なりわいの再建や被災地の復旧復興に向けて引き続き全力で取り組んでいただきますようお願い申し上げます。私も公明党といたしましても与党の一員として協力をしてまいります。また小此木大臣におかれましては、国対でもいろいろお世話になりました。そして2度目の防災担当大臣、国土強靭化担当大臣へのご就任でございます。新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、災害対応も感染症対策に留意をする必要がありますが、十分留意する必要がありますが、これまでのご経験を生かして、災害に強くしなやかな国づくりを進めていただき、災害対応に万全を尽くしてくださることを期待しております。まず防災減災国土強靭化対策についてお伺いします。近年気候変動等の影響により風水害が激甚化頻発化しており、各地に甚大な被害が発生し、多くの人命や財産が奪われております。また南海トラフ首都直下地震などの巨大地震も切迫しておりますが、事前の防災減災対策はまだまだ不十分であります。かねてより我が党は防災減災のための社会資本整備の集中投資として新たな需要を生み出す防災減災ニューディールを提唱し進めてまいりました。今般のコロナ禍の影響により民間投資が落ち込む状況においても、社会資本整備インフラ投資は国の発展の基盤であり、持続的な成長のエンジンであります。そうした中で防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策は今年度が最終年度となっていますが、全国各地から令和3年度以降の延長拡充を求める声が数多く上がっております。今年7月17日に閣議決定された骨太の方針には我が党の強い主張もありまして、大きな柱の一つとして3カ年緊急対策の終了後の 中長期的な取り組み方針が明記されました。その後も我が党は提言や代表質問等において3カ年緊急対策の終了後の取り組みについて、3カ年緊急対策が盛り込まれていなかったインフラ老朽化対策も含めた新たな5カ年計画を策定し、通常の国土強靭化関係予算とは別枠で必要かつ十分な予算を確保すべきであると政府に強く要請してまいりました。11月10日の閣議で菅総理は追加の経済対策を盛り込んだ今年度3次補正予算案の編成を指示しましたが、その3つの大きな柱の1つも防災減災国土強靭化の推進であります。国民の生命と暮らしを守り抜くため、ハード面ソフト面一体となった防災減災国土強靭化対策は3カ年緊急対策後も引き続き計画的に進める必要があります。3カ年緊急対策に続く中長期的な対策として新たな5カ年計画を取りまとめ、インフラ、老朽化対策などを含め今後のどのような取り組みをしていくのかを示した上で、それに基づいて予算額を固めることが大事であり、そのためには新たな5カ年計画の年末までの閣議決定をすべきであり、さらに同計画には、気候変動の影響により激甚化する風水害や切迫する、巨大地震への対策、予防保全型インフラメンテナンスのへの転換に向けた老朽化対策の加速、国土強靭化施策のデジタル化等の推進に係る対策が盛り込まれるべきと考えます。国土強靭化推進本部における現在の検討状況、今後の見通しを含めて大臣の決意を伺います。小此木大臣。大口委員とはですね、さまざまな場所でお仕事をさせて、いただいて、まいりましたが、今お話しされました、防災減災国土強靭化等についても、政治家としてあるいは御党としてですね、さまざま発信をいただいていることに心から感謝をいたします。本年も令和2年7月豪雨発生するなどですね、甚大な被害が各地で発生いたしました。また南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模地震の発生も懸念されている中、国民の生命や財産を守る国土強靭化の取り組みを強力に進めることが重要であると改めて認識しております。
これらについては与党や知事会、各地方団体、地方公共団体等から対策期間の延長や気候変動の影響による気象災害の激甚化への対応、インフラの老朽化対策、国土強靭化の取り組み実施にあたってのデジタル化の推進等の多くのご提言、ご要望をいただいているところであります。3カ年緊急対策後の取り組みについては、骨太方針2020において、中長期視点に立って計画的に取り組むため、国土強靭化基本計画に基づき、3カ年緊急対策後も必要十分な予算を確保し、オールジャパンで対策を進めることとしております。さらに今月10日、おっしゃいましたように、新たな経済対策と国土強靭化を一つの柱とする第3次補正予算の編成について、総理から指示がございました。政府においては、これらを踏まえ、国土強靭化を推進できるよう、中長期的に取り組む具体的内容や目標、中長期の見通しについてしっかり検討しているところであります。省庁、自治体や官民の垣根を越えて、引き続き災害に屈しない強さとしなやかさを備えた国土づくりに取り組むため、必要十分な予算の確保に努めてまいります。大口君。大臣、しっかりお願いいたします。はい、次に南海トラフ地震の 対策についてございますけれども、令和元年5月31日、南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更され、南海トラフ沿いの想定震源域内でマグニチュード8クラスの地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒が発表された場合は、後発地震に対して1週間警戒する措置を取ることや、津波の到達までの避難が間に合わない恐れがある地域として、市町村が事前避難対象地域を指定することが盛り込まれております。南海トラフ地震防災対策推進地域の地方公共団体等は、基本計画を踏まえた南海トラフ地震防災対策推進計画を作成することになっているため、基本計画の変更を踏まえて推進計画を変更することになります。で、内閣府の取りまとめによりますと、令和2年4月1日現在、この推進計画の変更状況は、対象都道府県では29都府県のすべてで令和2年度中に変更が完了する見込みとなっていますが、対象市町村では707市町村中、変更済みが180市町村、令和2年度中に変更予定が376市町村となっており、151市町村、21% については、令和2年度に変更するめどが立っていないと、さらに津波避難対策特別境界地域に指定されている市町村では、推進計画において、事前避難対策地域を指定する必要がありますが、同じく令和2年4月1日現在で、対象139市町村中、指定済みが51市町村、検討結果指定を指定必要なしが27市町村、令和2年度中に指定予定が47市町村となっており、14市町村、10% が令和2年度中に指定するめどが立っていない。推進計画の変更や事前避難対象地域の指定に早急に終える必要があります。いつ頃までに完了する見通しとなっているのか、そして早期完了に向けて市町村に対してどのような支援を行っていくのか、大臣にお伺いします。奥野大臣。はい、昨年5月の基本計画の変更を踏まえ、関係する地方公共団体においては、事前避難対象地域の指定を含む推進計画の変更を進めていただいているところでありますが、委員がご指摘のとおり、今年度中の計画変更等のめどが立っていない市町村もあることは承知しております。推進計画の変更等に時間を要している市町村においては、例えば、事前避難対象地域の範囲の精査や、地域住民との合意形成など、それぞれ実情に応じたさまざまな課題があると承知しております。このため内閣府では、市町村において今年度内に推進計画の変更等を完了していただくことを目指し、地域ブロックごとの連絡会を開催し、地域の取り組み事例の共有等を行うとともに、新たに地方公共団体向けの相談窓口を設置したところであります。併せて、都府県と連携し、推進計画の変更等が進んでいない市町村に対して、個別に進捗状況や課題の聞き取りを行っているところでありまして、今後、各市町村に対し、それぞれが抱える課題に応じて、個別に指導、助言を行っていくことにしております。引き続き、関係都府県と連携しながら、市町村ごとの状況を把握し、
きめ細やかな対応を行うことで、早期の推進計画の変更等を支援してまいりたいと思います。小口君。よろしくお願いいたします。次にですね、近年、平成30年7月豪雨、令和2年7月豪雨など、線状降水帯による豪雨災害が相次ぎ、河川の氾濫や土砂災害などにより、甚大な被害が出ています。被害を少しでも少なくするためには、あらかじめ大雨の危険性を呼びかけ、避難等の事前防災行動につなげていく必要があります。そのためには、線状降水帯の発生の予測技術の向上が望まれます。気象庁の令和3年度予算概算要求には、線状降水帯の予測精度向上に向けた気象観測、監視体制の強化等が盛り込まれていますが、予測技術の向上を踏まえた線状降水帯の発生可能性の情報提供など、防災気象情報の提供改善に向けた技術開発について、まずは気象庁にお伺いします。それとですね、線状降水帯の予測精度向上についてはですね、戦略的イノベーション創造プログラム、SIP と連携が非常に重要と考えます。SIP における取り組み状況について、内閣府の科学イノベーション担当にお伺いします。気象庁、関田長官。お答えいたします。線状降水帯の発生を事前に予測することは、現在の技術では困難でございますが、防災上、非常に重要な課題と認識しているところでございます。線状降水帯を予測し、災害の防止、軽減につなげるためには、線状降水帯の発生に結びつく大気の状態を正確に把握すること、スーパーコンピューターを活用した予測技術を高度化すること、そして避難行動に結びつくような防災気象情報を提供することが必要となります。このため気象庁では、大気の状態を正確に把握するための施策といたしまして、ただいまご指摘いただきましたとおり、気象庁と海上保安庁の連携による洋上観測など、線状降水帯の観測・監視体制の強化に向けた新たな取り組みを、令和3年度概算要求に盛り込んでいるところでございます。また、線状降水帯の予測技術を高度化するため、当庁における技術開発をより一層推進していくとともに、これもご指摘いただきましたとおり、線状降水帯に関する研究開発を行っております内閣戦略的イノベーション創造プログラム SIP をはじめとする大学研究機関等の連携を強化してまいります。さらにこれらの成果を踏まえ、線状降水帯等による大雨の可能性を半日前から提供するなどの防災気象情報の改善について検討を進めてまいります。気象庁ではこのような取り組みにより、線状降水帯による大雨災害の防止圏に進めてまいりたいと考えております。内閣府高原大臣官房審議官。お答え申し上げます。内閣府では戦略的イノベーション創造プログラム国家レジデンス防災・減災の強化において、早期の確実な避難を実現するため、線状降水帯観測予測システムの開発を進めております。水蒸気の高精度な観測技術を用いて、線状降水帯により、いつ、どこで、どのくらいの雨が降り始めるのか、これを半日前、並びに2時間前に予測可能とする技術について、現在、研究開発を進めているところであります。現在、平成30年度から開始しました5年間のプログラムの3年目にあたり、観測・早期予測システムのプロトタイプを構築し、地方自治体への予測情報の試験配信を行うなど、システムの実装に向けて取り組みを進めているところであります。今後とも気象庁と緊密に連携し、早期の社会実装に向けて研究開発を進めてまいります。大口君。これ加速をしていただきたいなと、ここには思っておりますので、よろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、避難所における新型コロナウイルス感染防止のため、内閣はできるだけ多くの避難所を開設すること、十分なスペースを確保すること、ホテル・旅館等のを活用するなど呼びかけてきました。本年令和2年7月豪雨はコロナ禍において発生した初めての大規模災害となりましたが、避難所における感染症対策はおおむね適切に行われたということであります。その後、最大警戒が呼びかけられた台風 10号での対応については、内閣が避難者の多かった自治体に対して実態調査の結果、約4割の市町村で収容人員を超過した避難所があったことが明らかになった一方、アプリ等のインターネット上のサービスを活用して避難所の混雑状況等を知らせる取り組みを行った自治体もあった等のことであります。
この分散避難の推進により、また分散避難の推進により支援物資の届け先が増えるという課題があります。特に高齢者、障害者、乳幼児を抱える子育て世帯等の災害弱者への支援物資の輸送や情報提供が重要な課題であります。分散避難された被災者情報の掌握と合わせて支援物資の仕分けと提供体制の構築が求められます。これまでの災害対応で明らかになった成果や課題を踏まえ、今後の災害において分散避難をどのように進めていくのか内閣にお伺いします。内閣府青柳政策統括官。お答えいたします。内閣府においては分散避難を促しているところでございますけれども、令和2年7月豪雨におきましては熊本県では避難所外避難者への支援にあたって、自治会やケアマネージャー等も連携しながらその把握に努めて、必要な医療介護などのサービスの支援が行われたところでございます。また避難者への物資の受け渡しにつきましては、避難所での受け渡しのほか、消防、市町の職員、地区の代表者が支援物資を運搬して、避難所外の地区の拠点においても、避難者への物資の受け渡しが行われたと承知をしております。また台風10号においては収容人数超過した避難所、ご指摘のとおりございましたことから自治体のホームページや防災メール等を含めまして、効果的な情報発信の手段について、平時から検討していただきたい。また災害の大きさを適切に判断して、必要な避難所をできる限り当初から開設することが必要ということで、これも周知を促しているところでございます。内閣としては、こうしたこれまでの経験を今後の災害対応に生かしていくために、自治体に対して周知に努めているところでございますけれども、今後とも分散避難は進めていくことが必要と考えておりますので、避難所外避難者に対する支援といった分散避難に伴う課題について、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。小口君。今回、これはサブワーキンググループ の中間取りまとめがですね、ありました。この令和元年台風等19号を踏まえた避難情報および広域避難に関するサブワーキンググループの中間取りまとめであります。ここで大臣もご指摘していただいてますように、避難勧告と避難指示、緊急についてこの避難指示に一本化することが盛り込まれたわけでございまして、我が党の提言でもですね、これは提案をしているところで、その方向で進めていただきたいと思っております。また令和元年東日本台風では、広域避難を発令した埼玉県加須市において、大渋滞が発生するなど、課題が明らかになりました。大規模水害等の住民の広域避難を円滑に実施するためには、鉄道の計画運休などの影響もあることから、災害が発生する恐れの段階から、国、地方公共団体、関係機関等が連携して対応する必要があります。現行法では、国は災害発生前に災害対策本部を設置することはできません。国においても、災害発生前から災害対策本部を設置できるようにするため、災害対策基本法の改正するなど、関係法令の整備が必要と考えます。加えて発災前に具体的な避難先や経路、避難手段の調整など、大規模広域避難を円滑に行うための仕組み作り等も制度化し、これにかかる所要の財源確保も必要であります。併せ大臣の見解をお伺いします。黒木大臣。国においてもですね、ご指摘のとおり、令和元年東日本台風においては、広域についてさまざまな課題が明らかになったと承知しております。このため、広域避難の準備開始の段階から、地方公共団体の庁や公共交通機関等に対し、必要な指示や協力を求めることができるよう、国の対策本部を災害発生前から設置できるように制度化について検討してまいりたいと思います。また、具体的な避難先や避難手段について、発災前において市町村間で協議等できる仕組みを検討するとともに、費用負担については国としてどのような措置が可能か検討を進めてまいります。大内君。また高齢者や障害者等の避難の実効性を確保については、大臣も所信で述べられているとおり、現在、中央防災会議の
令和元年台風第19号を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループにおいて検討が進められております。先月発表された中間取りまとめでは、避難行動要支援者の個別計画の策定をさらに促進するため、制度的な位置づけの明確化、人材の確保育成を支援する仕組み作り、個別計画策定の取り組みについて財政的な支援などが盛り込まれています。で、我が党は個別計画の作成を災害対策基本法に規定することを提案をしております。昨年の6月1日現在ですね、この個別計画はですね、を策定している市町村は 12.1% ということでございます。これ本当にですね、その策定を推進していくことについてですね、大臣の見解をお伺いします。小此木大臣。令和元年、昨年の台風第19号においてですね、自宅での死者の多くが高齢者であったということなどから、近年の災害における高齢者等の被災状況を踏まえ、現在内閣府において有識者会議を開催をして、高齢者や障害者など災害時の避難に困難を抱える方々の避難の実効性を高める方策についてご議論をいただいているところで、10月に公表いたしました有識者会議の中間取りまとめにおいて、災害時の避難支援を実効性あるものとするためには個別計画の策定が有効であり、個別計画の策定をさらに促進するためには制度的な位置づけの明確化が必要だということでされています。今後有識者会議のご議論も踏まえ、個別計画の策定の促進のため災害対策基本法の見直しの検討を進め、個別計画策定の取り組みを一層進めてまいりたいと思います。大口君。高齢者等の避難に関しては、令和2年7月豪雨によって熊本県球磨村の特別養護老人ホーム千住園において14名の方が犠牲となったことを受けて、我が党も、緊急要請として浸水想定区域に立地する要配慮者施設等の避難確保計画と避難訓練の検証と対策、避難時の避難用スロープの設置などを進めるよう提言をしてまいりました。このような点、この点についてですね、現在国交省と厚労省が令和2年7月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会を設置し、検討を進めていただいているわけでありますが、どのような検討が行われているのか、また年内に取りまとめる予定と聞いておりますが、来年の出水期に備え早急に対策を講じる必要があると考えます。取りまとめに基づきどのように対応されるのか、国交省厚労省にお伺いします。委員長。国土交通省井上水管理国土保全局長。令和2年7月の豪雨災害では、球磨川の氾濫等による浸水によって、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム千住園の入所者14名が犠牲になる痛ましい被害が発生しました。国土交通省としては、公明党の緊急要請も踏まえ、同様の被害の再発防止を図るため、厚生労働省と共同で有識者による検討会を10月7日に設置し、今回の災害を検証・総括し、避難の実効性確保の方策を検討することとしました。千住園は平成30年4月に避難確保計画を作成し、訓練を実施しておりましたが、計画上の避難先として雨天時の避難に適さない、屋外の運動場等を定めていたこと、避難誘導のための要員が参集できなかったこと、浸水開始後になって2階に避難しようとしたが階段を使った垂直移動に時間を要したことなど、避難確保計画の内容や施設内の体制設備に課題があったと認識しております。初回の会合の主な議論としては、避難確保計画の実効性が担保されるよう計画に定められた避難先などに対し、防災の専門知識を有する行政が助言する仕組みが必要である、避難の誘導要員について夜間でも確実に確保する方策の検討が必要である、スロープなど垂直に避難に有効な設備の設置を行政が促す必要があるといったものがありました。
国土交通省としては避難の実効性確保のための方策を年度内に取りまとめた上で、来年の出水期までに避難確保計画の緊急的な点検項目を施設管理者に周知するなど、速やかな対策の実施に努めてまいります。厚生労働省堀内大臣官房審議官。お答えいたします。検討会において議論されている内容につきましては、ただいま国土交通省からご答弁があったとおりでございますが、厚生労働省といたしましても国土交通省とともに検討を進め、避難の実効性確保のための方策を年度内に取りまとめた上で、来年の出水期までに速やかな対策の実施に進めてまいりたいと考えております。また介護施設等の水害対策の強化といたしましては、公明党の緊急要請も踏まえまして、介護施設等における水害対策の支援メニューを創設したところでございます。具体的には垂直避難用エレベーター、スロープ、避難スペースの確保等の改修工事等に対しまして補助を行うことといたしました。介護施設におきまして災害対策の整備が進むよう、都道府県等と連携いたしまして、この補助事業を進めてまいります。大口君。被災者生活再建支援法はですね、この国会で提出されました、令和2年7月号にも適用されるということで、この成立を期していきたいと、協力していきたいと思っております、被災者の負担軽減、利便性の向上のために、マイナンバーカードによる被災証明書のコンビニ交付をはじめ、被災者生活再建支援金や義援金の申請など、各種の行政手続きのデジタル化も進めていく必要があると考えます。現在、地方公共団体情報システム機構 JLIS において、市町村の住民情報データをバックアップとして保管するとともに、住民票や印鑑証明のコンビニ候補に活用するためのクラウド型バックアップセンター仮称の構築に向けて、試行運用が行われています。このバックアップセンターは、被災者支援手続きの迅速化や、ひいては、被災された方々の速やかな生活再建にも活用できるものであります。我が党は今年度にバックアップセンターを被災者支援手続きにも活用できるよう、機能改修を行うため必要な予算を速やかに確保するよう要望しておりますが、今後の予算の確保について内閣にお伺いします。内閣府青柳政策統括官。お答えいたします。災害対応業務のデジタル化の促進は重要と考えておりまして、特に罹災証明書については、大規模災害時に申請や受け取りの際に窓口に人が集中するといった課題がございまして、コロナ対策の観点からもデジタル化による利便性の向上が必要と考えてございます。この点、現在、総務省において、令和2年度第一次補正予算により、市町村の住民情報をバックアップして保管するとともに、住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニ交付に活用することを目的とする、クラウド型バックアップセンターを構築中と聞いてございます。ここで蓄積された住民情報は被災者支援にも有用でございますので、内閣府においては、このクラウド型バックアップセンターを活用して、住民情報を被災情報と連携して、被災者支援に活用でき、また、罹災証明書の電子申請やコンビニでの交付にも対応できる、基盤的なシステムを構築するための予算を現在要求しているところでございます。大口君。災害時における高齢者、障害者等に対する福祉的支援については、DWAT、災害派遣福祉チームをはじめとする専門職やボランティア、NPO 法人など、重要な役割を担っていますが、災害法制における位置づけは明確ではありません。災害救助法等の災害法制において、福祉支援活動の明確に位置づけることなどにより、政府として福祉的支援に取り組むべきではないかと考えますが、大臣のにお伺いします。岡野大臣。災害時において DWAT、災害派遣福祉チームですね、ボランティアや NPO の方々には、被災者の支援に関して非常に重要な役割を果たしていただいていると認識しております。このような認識の下で、災害対策基本法においては、国及び地方公共団体はボランティアの果たす役割の重要性に鑑み、ボランティアとの連携に努めなければならない旨を規定してございます。他方、災害救助法は、災害に際して応急的に必要な救助を行うものであり、現行法上、救助の種類として福祉支援活動は位置づけられておりませんけれども、避難所の供与など、現行の個々の
給料項目において必要に応じて福祉的な配慮を行っているところと認識しております。具体的には災害救助法が適用された自治体に対し、 DWAT を含めた福祉関係職員等の避難所への派遣に要する費用等について災害救助法の国庫負担の対象とすることとしております。また厚生労働省においては、被災した在宅高齢者等への個別訪問や仮設住宅に入居する被災者等の見守り相談支援等について補助事業を行っております。高齢者障害者等に対する福祉的支援が適切に実施されますよう、引き続き厚生労働省等の関係省庁や被災地の自治体と連携しながら必要な支援に努めてまいります。大口君、時間が来ましたので、これで終了します。ありがとうございました。次に今